よもぎに代表される草を練り込んだ餅の一種。和菓子としても扱われ、春の季語でもある。現代では草餅に用いされる草とは主によもぎで、あるが、古くは母子草を用いて作られ、名称も草餅でなく母子餅と呼ばれていた。餅に草を練り込むという風習は、草の香りには邪気を払う力があると信じ、上司の節句に、きびこうじ草を混ぜ込んだ餅を食べる風習が、 中国より伝わってきたものと考えられており、この風習は平安時代には宮中行事の一つとして定着していたことが日本文徳天皇実録所を3年5月上に記されている。上司の節句は江戸時代には女子の健やかな成長を願うひな祭りとして広まってゆき、当時のひし餅は餅の白と草餅の緑の二色で作られることが多かった。 一説には母子をつくことが縁起が悪いとして避けられ、この頃より次第に母子草よりよもぎが用いられるようになっていったとされるが、岡山県や広島県などでは、現代まで母子草で草餅を作る風習が残されており、真実はわかっていない。新井白石、東宮尾にも、かつては母子草を用いたが、今日ではよもぎを用い、草餅ともよもぎ餅とも言うとある。 ただし、文化十年頃の風俗問答当初には草の持ちはの小草をも養気講やとあり、地方によっては母小草を用いる例も少なくなかった。今日、草餅といえばよもぎ餅を刺し、餅の種類としては一般的なものとなって中にあんを入れるほか、あんなしできなこをまぶして食べることが多い。また、普通の餅と同様、伸ばして四角く切って切り餅とし、 焼き餅や雑煮、前菜として食事で食べられることもある。ありがとうございます。